アポロソユーズテスト計画でのソユーズ発射台上のソユーズロケットソユーズ計画はソビエト連邦によって1960年代初期から開始された宇宙計画である。ソビエト連邦の宇宙開発の一つとして当初の目的は友人による月面着陸を目的としていた。ソユーズ宇宙船はソユーズロケットによって発射され現在のソユーズ計画は ロシア連邦宇宙局によって行われている。ソユーズロケットは使い捨て型ロケットであり、ロシアのサマーラにあるプログレス、ステートリサーチプロダクションロケットスペースセンターで製作されている。このロケットは国際宇宙ステーションへ人員輸送を行うソユーズ宇宙船の打ち上げに使用されるほか、ISS へ物資の補給と廃棄を行うプログレス補給船の打ち上げや、 政府機関や商業目的の衛星や探査機の打ち上げにも使用されている。現在、ソユーズ宇宙船トップログレス補給船の打ち上げ及び、ロシア政府が運用する衛星打ち上げは、ロシア連邦宇宙局の運用により行われる。民間及び、ロシア国外の政府機関から委託された衛星や探査機の打ち上げは、 国と民間の出資により設立された衛星打ち上げ、会社が受け負っている。また、ヨーロッパのアリアンスペース社が、ロシア連邦宇宙局と欧州宇宙機関と契約を結び、フランス領ギアナのギアナ宇宙センターに、ソユーズロケット用の発射台を建設し、2011年から、ソユーズロケットを使用した衛星や探査機の打ち上げを開始した。現在、ソユーズロケットは、 カザフスタン共和国のバイコヌール宇宙基地とロシアの北東部のプレセツク宇宙基地、フランス領ギアナのギアナ宇宙センターの3カ所から打ち上げられている。ソユーズ宇宙船の基本設計は多くのプロジェクトの元になっていたが、その多くは明らかにされていない。最も初期の形態は、有人月飛行を意図して設計された。その設計は、サターン V ロケットやソビエトの N-1 ロケットの ような巨大ロケットを用いず、月飛行に必要とされる溶石の宇宙船を、ソユーズロケットで打ち上げ可能な大きさのいくつかのモジュールに分け、数回の打ち上げを経て、軌道上でモジュール同士をドッキングして一つのガツ宇宙船とする、ものである。これは当初ソビエトの主任設計者である飛行を見ること、なく多解したセルゲイ・コロリョフの下で分管が設計した、ものだった。 いくつかの軍用の派生型は実際にソビエト連邦の設計業務において最優先のものとなったが実用化には至らなかった。またソユーズ宇宙船に登場する宇宙飛行士はそこら宇宙服を着用する。ソユーズ宇宙船は3つの部分から構成される。ソユーズ宇宙船には複数の派生型がある。ゾンド宇宙船は 地球と月の周りを蜂のあざ軌道を飛行するように設計されたが安全性や政治的な必要性により使用されることはなかった。サリウトやミールへの補給を司る無人のプログレス補給船はソユーズの自動航法とドッキング機構を使用する。現在、ソユーズ派生型が国際宇宙ステーションに人や補給物資を運ぶ目的に使用される。中国の新州は 直径の派生型ではないが、ソユーズの技術を元にしている。ザスプスポート、S ニュー、ソユーズローンチサイトいずれォーインスタレーションオブ、イッツミッションエクイップメント、アリアンスペース。2009年4月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2008年10月3日閲覧。アーカイブされたコピー。2010年12月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2010年1月5日閲覧、ありがとうございます。